アンコール中田浩二、柳沢敦史、新井徹合同引退試合をダイジェストでお届けします。実況はフリーライターの佐藤拓也と茨城県出身お笑い芸人水田水子のクロちゃんでございます。ではお送りします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速あの、はい、メンバーの方を見てみましょう。アントラーズすごいですね。1時代、2時代、3時代を作ったような豪華なメンバー、特にこの秋田選手と奥野選手のセンターバックっていうのはもう興奮ですよ、ね、J リーグの最初の頃のメンバーですよね。これ奈良橋は走れるんですかね。体は軽そうですから。大体みんなやめていくと太ってきますけども、はい、もうスリムな体ですから楽しみですね。この平瀬選手と、ね、柳沢選手同期ツートップも魅力ですよ。同期なんですね。はい、ということはもしかしたらまた平瀬はあのパーマロンギが見れるかもしれないかもしれないですよ。バーモントカレーのね懐かしい、はい、さあ K フレンズもかなりいいメンバーですね。すごいですね。特にこのツートップですよ。中山選手、三浦選手、ゴンとカズ、ゴンとカズ、ドーハのツートップですよ、うん、あとあの三浦敦弘選手、はい、これ今あの無回転シュート、はい、ホンダで有名ですけど、そうですね、元祖ですから、第一人者ですからね、出るかもしれないです、はい、今回注目しましょう。はいはいはい、はい、こちらがサブのメンバーですね。サブ、いやこれサブにはもったいなくないですか。すごいですね。すごいですね。Kフレンズの方に中村俊輔選手、小野伸二選手、元山もいますし、はい、元山と、はい、あの中田浩二、はい、高校サッカーの決勝戦で対戦してるんですよね、はい、あの雪の中の決勝戦ですよね。そうなんですよ。そうなんです。そのお互いのエースがアントラーズに来たっていうところで僕はもう大興奮しましたね。熱かったですね。いやすごいです、すごいです。もうあの本当アントラーズの黄金時代を作ったメンバーですね。いや楽しみですね。そして内田篤人選手が名前ありますよ。手術受けた後なんでプレーはできなかったんですけど、松葉杖で姿を現したということでかなり会場は盛り上がったみたいですね。心の中でプレーしたんでしょうね。でしょうね。サイドを駆け上がってたんでしょう。いいでしょう。じゃあそれでは試合見てみましょうか。はい、いよいよ始まりますね。始まりますね。この同期ツートップですよ。あ、もうこの時点で興奮ですからね。こちらはでこれともこの2人ともう1人池内智彦選手という人がいまして、3人が同時に入ってきたんですけど、高卒入ってきた3人がいきなりサッカー誌の表紙を飾ったことがあるんですよ。おー、そんぐらい熱いんですよ。この世代注目されてた世代なんでね。それが今、はい、こうやって OB としてこうやってやってくると。さあこれあの引退する3人はなんか背番号の色が金色らしいですよ。そうですね、中田浩二選手、はい、これ金色ですからね。あ、いきなり見せ場、これは中山選手ですね。うわ、熱い、熱い、年を感じさせない、年を感じさせないです。いやでもやっぱ鹿島スタジアムでいい芝生使ってますね。そうですね、この波目がまたいいですね。いいですね。お、これは秋田選手です。髪の毛、あ、来ました、平瀬選手、ね、来た、お、平瀬選手髪切ってますよ。髪切ってロン毛じゃない。今シュート打ったのが中田浩二選手ですね。やっぱあの左足の精度はさすがですね。だって高校時代フォワードトップ下だったのが、はい、アントラーズでディフェンスですからね。そうですね、もうそれがすごいですよね。どこでも通用するという。さあいいボール入りました。来ました、キングカズさん。いやこの白でも出ました、またぎ。いや、まあ、フェイント、またぎだけで歓声が起きるってなかなかないですよ。ないですよ。人抜いてないんですからね、うん、すごいですよね。しかも現役ですからね。すごい、平瀬選手、あ、来た、平瀬髪切ってる。左サイド駆け上がったのはアライバ選手、オフサイドですね。怒ってません、ちょっとね。走ったのにオフサイドかよと。いや、7番で、あ、すごい、お、福西、福西選手、僕は当時からもイケメンで大好きでしたからですね、福西は。鹿島のライバルですからね、福西選手も。そうそうそう、奈良橋じゃないですか。奈良橋めっちゃ痩せてますね。スリムな体が、嘘でしょ、うん、大体太んのに。お、さあ出ました、来ました、中田浩二選手、メインスルバス、ここを取るという。そして増田選手から左サイド、荒岩選手出ました、切り込んでシュート、キーパー取った、おー、柳沢ですね。来ました、熱い、来ましたらしいですね。でもこのゴールは、あの昔からこのゴッツァンゴールというか、うん、多かったですもんね。嗅覚がやっぱ素晴らしい。そうそうそう、素晴らしいです。
結構簡単そうに見えて、実はね、こういうのって難しいとか、そこにいるっていうのはなかなかできない、ね、そうなんですよね。皆さん気づかないんですよね、うん、たまたまだろうって言うんですけど、違うんですよ。こっちゃんじゃねえかよみたいなこと言うんですけど、そう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 、全然それやっぱね、センスですよね。本当です、これはセンスと思いますよね。取りたくても取れない選手ほとんどなんですよ。でもやっぱり秋田選手の頭にどうしても目がいっちゃいますね。なんですか、そのいっちゃいますね、いっちゃいますね、久々だと。これはまた、おっ、また洗い場選手来ましたよ。メインですね。パスのこれはセンタリング上げるのかな。これは鬼木選手です。ここから、おっ、どうする、ショット、中田浩二選手、あ、いいシュート、いや、いいシュート、さすが左。いや、ボールもやっぱりカラフルですね。カラフルですね、今時のボールは。おっ、秋田選手、中山選手の絶対やってくれ。おっと、なんか出るか。これは現役時代何回こういうね、激突したありましたね、2人は。ありましたね、このシーン何回も見ました。何やってんすか、この人。アピールですね、相変わらずですね。アピール下手くそですね、下手くそですね。いや、でもいいですね、こういうの見られるといいですね。いいですね、いろいろ思い出すものありますよね。うん、あります、あります。さあ、蹴るのは誰でしょうか。ここ見どころですよ。三浦篤弘選手が置きましたが、横に数、向かい転か、数か、数か、さあ、どっちか、ダブル三浦。いや、そうですね、もしかしたら数が向かい転の可能性もありますからね。もしかしたら、うん、お、ちょっと左、ちょっと待ってくれと。やっぱり現役だけあって、このこだわりみたいな、これありますね、うん、いや、キングですから、キングですから。どっちが蹴るんでしょう。カズさんが蹴りました。入る。この間も、水戸のケーズ電機スタジアム水戸で、うん、水戸放陵会でゴールを決めてるんで、そうだ、カズダンス、カズダンス踊ったんで、うん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 、なんか茨城で2ゴール目でしょ。あ、なるほどなるほど、はい、今回はカズダンスじゃなくて土下座と、ね、土下座という、新しい。でも柳沢選手が本当尊敬してる選手で、してます、してます、これはすごい、多分柳沢選手も本当幸せですよね、こうやって一緒にプレーできて最後。さっきちらっと映りましたけど、ハト選手変わんないですね、顔が。ハト選手ですか、そこで。ハト選手、なんか将棋好きみたいです、ハト選手は。最近将棋の仕事を結構されてる。どうだっていいですけど、有山選手なんかバテてます、これ。なかなか。これ、相手ブラジルだったらすぐ取られてますよ。取られてますね。でもこの間まで現役やってても、やっぱり疲れちゃうもんなんですね。あと緊張もあるんですかね、このメンバーが。レジェンドばっかりだから、レジェンドたちに気づかれみたいな。気づかれ。もう楽屋とか気まずいよみたいな。そんなのあるんです。芸人の世界みたいな。カズさんだけはちょっと近くにしないでくれみたいなね。緊張するから的なあるんじゃないですか、もしかしたら。お、アライバコールが結構、お、抜け出しました。さあ、お。左サイドが入ってきたのがライバ選手ですね。あー、いい、キックも綺麗。あ、お、こっかな、キーパーから左サイド、またライバ選手ですよ、これ。ヘロヘロじゃないですか、あんだけバレてたの。ライバコールがすごい。すごいですね。お、お、仕掛けた、仕掛けた。あ、福西タックル、かわしい。マラドーナ、マラドーナ、マラドーナ、かわし、長見タックルもかわし、ドリブル、ドリブル、かわし、シュート、ゴール。いや、これはね、優しいですね。優しいですよ、皆さん優しい。K フレンズ優しいよね。優しい。ジュビロの2人をかわしてシュートというのはね、やっぱりなんとも気持ちいいものがある。いや、これは気持ちいいですよね、これは。でも、気持ちいいどころかもヘロヘロですよ。秋田さんが出てくる。多分、おそらく新井さん、そろそろ交代してほしいなっていう。戻れないですよ。いや、もうこのメンバーだけでもすごいですよ。すごいっすよね。すごいな。お、選手いけない。本当にいけない。いや、スタジアム人数もすごいですね。すごい、2万人以上入って、2万503人入ってるらしいです。503人、1万よりすごい多いじゃないですか。すごい多いですね。そんだけレジェンドの3人ってことですよね。行きたかったですね。また荒岩選手に行きましょう、これ。トラップできない。トラップできない。出ちゃってるっていうね。お茶目ですね、こういうところは。いいですね。
みんな分かってるなという感じですよね。これ、ひとまず両方のユニフォームよーく見ると、はい、あの鹿の角、鹿島の鹿の角みたいな模様があるんですよ。へぇ、それ意識してんのかなっていうのはね、僕そこ、まあ、そこ見てますから僕。あ、本当ですか、そういうとこ見てるんですね。そういうとこありますから僕は、わぁ、荒山選手もう1点取ってもう1点取ってよく打ち合わせでしたなっていう。キーパーに止められちゃいました。いや、これは大興奮。もう笑顔が消えてる。あ、ハト選手出ました。ハト選手将棋大好き、ハト選手出ましたよ。将棋大好き。今日はサッカーやってますけども、今日サッカーやってますけど、将棋もかなり上手らしいですからね。うわ、ちょっと楽しみです、そっちの方も。うわ、これはさあ、福西選手ですよ。うわ、ワンタッチプレー。あ、森島選手じゃないですよ、これ。あ、モリシですよ、モリシ。うわ、ワンタッチプレーすごい。ワンタッチプレー。おお、抜いた。あ、倒された。室井選手に倒されました。これは怒んのか、これは。あ、優しい。優しいですね。イケメン優しいですね。うん、いや、いい。福西ってあの目立たないのにいいプレーするんですよね。ジュリジリジリって上がってきて、ゴールをよく決めるイメージもありますよね。中学校、もうずっと小学校からサッカーやってるんですけど、はい、中学校の時大好きでしたね。うん、福西は。さあ、あれ？ファール下側のチームですよ、荒山さん。これは何でしょうね。もしかしたら、うん、蹴る気は満々ですが、うん、どうぞどうぞどうぞ、 どうぞ。これはアントラーズジョークですかね、これは。アントラーズジョークです。お、三浦敦弘ですか。来ました。来た。ブレ玉出ますかね、これ。無回転。無回転。あ、あさってのもう1回出ましたよ。なるほど。いや、でも狙いましたよ。狙いました、今の蹴り方は。あ、ちょっと意識してますよね。意識してました。あの、インセプト止めるっていう。まだこれ前半ですから、結構濃密ですね、これ。全部見たいぐらいですね。見たかったですね。いや、後半も楽しみですね。いや、後半楽しみです。さあ、後半始まりました。見てみましょう。K フレンズの方がかなりメンバー変わったみたいで、はいはい、お、そうなんですか。はい、坪井圭介選手、すごい、中澤雄二選手、お、服部俊博選手、中村俊輔選手、お、小野伸二選手が入ってきました。すごい、小野伸二出ましたよ、これ。ほぼ日本代表ね。えすごい。いやー、本当豪華ですね。いや、超豪華ですよ。これ田代雄三選手ですね。いいですね、雄三さんは。あ、おしゃれなパス。パスワークか。どうする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 。中田浩二。中田浩二。取られた。気づいたんですけど、はい、まだ決めてないのは中田浩二だけじゃないですか。ですね。ですよね。ですね。これは、ちょっと決めさせようとね。いや、坪井さん、かわいい笑顔。かわいい笑顔。お、中田だと、あ、ワンツーの。さあ、フルサイズ出てセンターリングかな、これは。来た来た。そしてキャッチ。キーパー、これ奈良崎選手ですよ。ナイスキャッチですよ、これ。あら、あら、これ動いてる。どこで、ちょうどカメラ映ってなかったですね、これ。来ました、中村俊輔。うーわ、これ見れるんですね、うん、チーム違うんですけど、うん、僕、柳沢選手と中村俊輔選手のね、うん、コンビが好きで、代表で見せる。あまあ、あの柳沢選手のパス、あの動き出しに、ね、そうなんですよ、パス出すのがうまくて、うわ、うまっ。これシュートじゃないんですよね。そうね、パスですよ。新次、小野、小野新次、うまいですね。そしてさすが。いや、でもあれですよね、あの柳沢選手は本当に動き出しがうまいんですよね。そうなんですよ。だからスルーパスにするにはもう持ってこい。そうなんですよ。小野伸二から中村俊輔、小野伸二から中村ですよ。豪華だな、贅沢だな。いや、すげえ。これ酒進みますね。進みますね。ちょっと夜中に見たいですよ。夜中に見たい。確かに分かる。これ来ました、小笠原選手から、お、柳沢選手、そして最後は興梠選手。うわ、興梠選手も髪切ってますね。うわ、すごい。あれ、中田浩二選手はまだ決めてないですね。決めてないですね。うわ、これ小野伸二選手から、この柔らかなロングパスが、久保選手、ドラゴン、久保。後半からドラゴン出てますから。そうですね、すごい。このちょっとソックス下げた感じがね、久保って感じですよ。すね当てつけてんのみたいな。そう、ありますね。
あれ結構僕学生時代も話題になってました。話題になってました。俺真似したら監督に怒られるんですよ、はい、怒られますよね。ソックスあげろっつって。許されるものだけ。そうなんですよ。おお、チャンスじゃないですか。99番つけて、これは中田浩二選手。これ中田浩二選手ですね。違うチームのはずなのに。 PK だからこれは確かにね、急遽蹴ることになりました、うん、決めてほしいですね、ここでは。さすがにね、これは。さあ止める、止める。外すんかいっていうところですよ、これ。曽ヶ畑、同期の曽ヶ畑に止められる。情けないですね、仲間には。心の中でいろんな人が、いや早く決めろよと思ってますよ、これ。なかなか決まんないですね。知ってます、中田浩二、意外と、はい、クールに見えてなんかすごいお茶目で、はい、トルシエジャパンに呼ばれた時、合宿で、はい、トルシエと中田秀をプールに落としたっていうね。すごい伝説。そういうのもあるんですよ。ちょっと待ってください、これ城彰二さんじゃないですか。しかも今ビスマルクのポーズじゃないですか。ビスマルクポーズ出ましたか。すごい。あ、城彰二もスターがどん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 出てきますよ。これは渡辺選手なんか蘇ってますね、体力が。これキレのあるドリブルで、そしてキレのあるドリブル持ってって最後取る。荒井さんらしいですね。荒井さんらしい、大事なところらしいというか。ドリブルがでもらしかったですね。らしかったですね。ちょんちょんってね、ボール持ってく、うまいんですよね、細かいとこ入ってくるのが。いや、うまい。これはこの畳みかける感じがアントラーズっぽいですね、うん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 、おっと、まあ、審判空気読んでますね。読んでますね、すごい選手。すごいです。そう。おけんかけんかけんか。福西。なぜか中田浩二。関係ないでしょ。中田浩二関係ないでしょ。でもよくなんか福西って結構喧嘩してたイメージがありますよね。はいはい、昔の。結構イエローカードとか。そうそうなんですよ。もらったりレッドカードをもらったり。多いですよね。爽やかな。そうなんですよ。イケメンなのに。でもそれが、その激しさがね、彼の持ち味になりましたから。さあ、バニッシングスプレー出ました。消してますよ、なんか。消してますけど、消してます、消して前、消して前に出るみたいな。いや、これはいい。これ、剣のは誰ですかね。誰ですかね。中田浩二さんらしい。お、決めさせない予感、ね、ちょっと今のホンダの真似っぽかったですよね、今のこの手の動きが。あら、壁がどいちゃいました。いや、相当空いてます、これ。まさか。一つ一つ細かいね。細かく指示してます。なぜか選手がバニッシングスプレーを下がれと。いいですね。次、小笠原のロッカーは汚いみたいです、はいはい、これは豆情報ですか。豆情報ですか。汚いですね。これは誰だ。お、6番ということは6番が映ってますよ。来ました、中田浩二。あら。あんだけ開けてもらって枠に入んないっていう。相手チーム頭抱えてますから。ブーイング出てますから。まさか引退試合でブーイング出るんですね。壁が良かったんだよ、嘘つけみたいな。枠には入れてほしかったですけども。ですね。いや、でもいいですね、楽しそう。いやいや、インターセプト、荒岩選手インターセプトから、キレが出てきてますよ、後半。なんですか、後半の方がいいですよ、動きが。前半ヘロヘロだったんです。このボンバーに倒されてファール。これどう見てもファールじゃないですもんね。ボールに行ってましたから。ファール取るのが上手かったんですよ。うまいですね、倒れ方が上手かったんです。笑顔で。笑顔で。荒岩コール。さあ蹴るのは、蹴るのはやはり、やはり、あ、なんか一応いますよね、中田浩二さんと。いますね。結構 K フレンズ結構下がってきてますよ。 K フレンズライン下げてくれて、壁を下げてくれて。この壁のメンバーすごいですからね。すごいですね。壁じゃないですね、これは。しゃがんでました。壁じゃないって、ね、壁じゃない。なぜか荒岩選手が加わるんで。そろそろ決めてくれ的なね。キーパーまでしゃがんでますからね。あ、ほんとほんと。容赦ねー、容赦ねー。え、取るのみたいな。取るの。
しゃがんでたじゃねえかよ。そんな甘くねえよってことですよね。甘くねえよ。いやでも中田こじイケメンですね。イケメンですね、やっぱり。うん、さあ、自陣でも笑わせとくと。上手に。おお、足利やった。何本フリーキックやんだっていう。もう、コントですね。そうですね。ショートコント、フリーキックですよ、これ本当に。うわ、服部もいる。お、来た。3度目の正直。あれ、そろそろ。そろそろ。中田浩二、決めてほしいですね。決めてほしいですね。うわ、このツーショットすごい。同級生2人。すごい。さあ、これは、どうなんだ、この、おっ枠に。枠に飛ばない。現役時代あんだけ正確に蹴ってた中田浩二さんが本当ですよ。プレッシャーなんでしょうか。これ知ってます。後々あの小笠原選手が言うんですけども、うん、やっぱその中田浩二がいなくなると寂しいと思ってたんですけど、はいはい、こんだけフリーキックを外したらやめてよかったんじゃないかってあの言ってましたから。おお、中澤ボンバーヘッド出ましたね。さあ、柳沢選手突破。おお、これはペナルティない。柳沢は仕掛けの服にし倒すみたいなのはね、もう何回も見ましたね。懐かしいですね。今の倒れ方も柳沢っぽかったですね。懐かしい。服にしもよく見てましたね、この服は。柳沢選手来て、いや、すごいな、このメンバー、マジで。そしてレフェリーが工事と、うん、これはちょっとされてますよ、粋なことをしてますね、うん、ちなみにこの審判の宮島さん、はいはい、茨城出身ですから。おー、マジですか。だからね、ここの笛を吹けるのね、感慨深い思いがあるんじゃないですか。さすがに決めてほしいですけど、さすがにこれはね、うん、決まった、やっと決まった、ね、やっとの、やっとですね、99。そうなんですよね。いや、さあ、みんな寄ってきますね。そして胴上げという、これもう試合終わってないですよね。まだ早いですよね。まだ終わってないですよね、これ。やっと決めてくれましたね。そうなんです、やっときましたよ。お客さん大興奮ですか。大興奮ですよ。ハイタッチするメンバーがみんなすごいですからね。これ。わ、今蹴ったの中田浩二選手ですか、これ。正確に。これ、洗い場選手。洗い場選手。ドフリー。動けてますね。本当に後半。前半より。うん。クロス入れのマルキーノ。いや。これはタイトル取った時のコンビですからね。あ、なるほど。熱いものがあります。いや、マルキーノス。ここで。試合終了。うわ、もっと見たかったですね、これ。いやー、濃い時間でしたね。いや、濃すぎますね、うん、よかったらこの後、2人でいっぱい行きますか。行きますか。行きますか。この思い出を、思い出を、これ、ゴール裏のサポーターがですね、結構この年代物のユニフォームレプリカをしてますよね。なるほど、確かに確かに。やっぱりこう、なんか年季入ってますよね、サポーターも。さあ、終わりましたけども、はい、どうでしたか。いやー、なんか濃い時間でしたね、本当に。いや、本当ですよね、うん、なんか夢があると言いますか、今の鹿島アントラーズの強さを作った人たちですし、はい、その日本サッカーを築いた人たちの共演というか、確かに、うん、日本サッカーの歴史を見た感じですよね。あ、僕が言いたいこと全部言ってくれました。あ、本当ですか。ということで、またどっかでお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。